なんでよ、なんでウェディングドレスのモデルをしたこと。美味しいでしょ。もう二度と韓国舐めるなよ。なったことない。もう完全に韓国人ですね。マッコリ飲んで帰る。어맛있더라좋아밥잘먹고천천히와알았어우리빨리逃げなきゃいけない빨리빨리逃げなきゃいけない빨리逃げなきゃいけない今だよ今빨리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 こちらがこうやって逃げていくところはどこですか。今日はね、でも大丈夫で、うん、大丈夫。今日はウェディングドレスの、うん、他の撮影か、試着、試着をして、うん、君は私のドレス姿を期待してるから初めてじゃないなんでよ、なんでウェディング姿初めてじゃないの。怪しいぞ。ウェディングドレスのモデルをしたことがあるあ、ウェディングドレスのモデルをした、うん、お仕事で来たことあるから、うんうんうん、すごい、本当に心から初めてだよね。はぁもう終わった、もうやめよう最悪やだけど、こういう心を込めた心を込めたって何ですか。ウェディングドレス初めてだからね、うん、大丈夫っていうこと。仕事だって無難、心だからキックダウンできるんだ。あ、でブロックが言ったら정말요혹시모델이신가요?아네원래모델을했었어요일본에서그러시구나、네、혹시좋아하는스타일의드레스있으세요?아스키나스타일은뭐요?아마메이드스타일이죠머메이드아머메이드에서비즈가없는실크룩을좋아하시는지아니면레이스나비즈감이많은걸좋아하시는지아봐보고싶다일단어떤느낌인지잘몰라가지고네알겠습니다撮りましたね。撮りました。どうだったんですか。まあでも結構早く終わった。あ、そう、もっとかかると思った。かかると思った。話が難しかったからほぼ任せたけど。なんかね、いろいろなんか面白そうなね。そうだよ。要素がいっぱいあるんだよね。そしたら、うちらは今からコプちゃん食べに行こうか。そう、ご飯。でもドレス着たじゃないですか、3回。そう、やばかったやばかった。どうだったんですか。めっちゃ綺麗だったよ、そりゃ。確かにね、オーラが違う。あー、うん、あ、そう、ドレス自体がってこと、うん、ドレス着てるっていう、それだけで、うん、本当になんかオーラが半端ない、うん、だからかっこいいなと思った。私、聞いたんだけど、ウェディングドレスを作るときにね、だいたい身長175センチぐらいを想定して作るらしい。あ、そう、うん、うん、ちょっと高めでやって、あとでなんか修正するらしいんだから、うんうん、君は長さ調整しなくてもぴったりだねっていう、ちょっと言ってた。あ、まあそっかそっか、うん、確かに全部ジャストサイドだと、うんうん、A few moments later. ここが韓国のチャンストリート。これがあの有名なデグマチャン一本寺っていう店ですよ。고기는자주자주뒤집어주시면제일맛있잘라드실거예요。네これも基本で出るね。いいね。何これ。ビビムそうめん。あ、冷麺みたいな。そうそう、見て、見た目めっちゃグロテスクです。そうだね、見た目は、まあ、見たら美味しいって言ってたとしてるから。ファミリータミリは何してるんですか。これ何、合ってる。合ってるよ、そうやって食べるんだよ。美味しいね。美味しいよ。これ出てる。これ作り方知ってる。あ、
네기도 ここにつけてから最初と何もなく食べてみる。そう、結構いっぱいつけて。どうぞ。美味しいでしょ。これ美味しいでしょ。やばい。味がね。あ、美味しい。これはこれ。やばい、めっちゃ美味しい。俺だから韓国に来るしかないんだよ。うん、俺本当に内臓系がなんでこんな好きなんだろう。これ内臓ばっかり好きだよ。やばい。かわいいですね。3人前なのにペロッとなくなったんですけど。まあ3人前の割にはね、少なく感じる。まあそりゃそうよ。韓国の焼肉屋さんの1人前っていうのは1人前じゃないんだよ。赤ちゃんたち泣いとるよ。かわいいね。自分たちの立場だと大変っていうところがあるんだけど、客観的に見るとかわいいね。まあね。あ、ちょ、介護するとゲマンジェ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 ンあんまり酔うほど最近飲めなかった。酒が弱くなった？ちょっと弱いから家に帰ってから。おでるかよ。まあ、みっちり飲むの飲むからゆっくり飲めば飲める。そう来始めた。介護室こうやってね、一発ででかい皿で作ってみんな一遍にこうやって配る。なんかこれタイミングよく合わせるとすぐ食べれるんだけど、終わった瞬間にうちらまだなんかちょっと残ってる状態だったりすると、後で頼むとめっちゃ遅く出てくる。だからこのタイミング合わせ大事なんだよ。だからさっきうちらもう一個頼もうかってするときに後ろに閉めてたじゃん。介護室出るなと思って俺追加注文やめたの。分かってたんだ。ダメだ。肉はどこ行っても美味しいんだよ、正直。でもこの介護はね、本当に美味しいところと美味しくないところが分かれるの。ほぼこれでこの店が成り立てるって言っても過言ではない。美味しいでしょ。めっちゃ味濃いでしょ。これめっちゃスパイ系のキムチと重みがある肉ベースの汁とめっちゃ合うんだよ。もう二度と韓国舐めるなよ。舐めたことないです。私は韓国派ですよ。これは言っても誰に食べるの。新韓派。ジェジスだよ。もう完全に韓国人ですね。マッコリ飲んで、介護室飲んで、キムチ食べて。マッコリは美味しいです。キムチは特に美味しい。キムチは特に美味しい。
잘 참여했고 서서히 이기 맞다. 맞다.